皆さんこんにちは。副音ハーモニカ奏者の西川です。今日の553回目は山賊の歌です。 Today's 553rd live performance is Bandit Song。 今天的第553次演奏是强盗之歌。山賊の歌でしたね。今日のワンポイントレッスンは今日使った2種類のハーモニカ、これはあの普通の、副音ハーモニカですね。でもう一本使ったのはこれはあのオクターブハーモニカです。でどこが一番違うかというと、普通の副音ハーモニカでドミソドの和音を鳴らしてみます。そうですよね。じゃあオクターブハーモニカで同じドミソドを鳴らしてみます。あの非常に重厚ですよね。つまりオクターブハーモニカっていうのは一つの、上下のフレットの中で1オクターブ違いになってるわけですよね。ですからオクターブハーモニカでドミソドを、演奏すれば8枚のリードがな振動するということになる。で一方普通のハーモニカは、同じ度でちょっとトレモロが違うだけですから、基本的には、ドミソドという4つの、リードが振動するということによる音の違いですね。で今日これをあえて使ったのは、あのこの山賊の歌は、子供の頃にカノンであのみんなで合唱し楽しくしたということがあったので、カノンの表現をするために、オクターブ、普通の副音オクターブ副音というふうに、してみました。みんな元気出しましょうね。チアラップ、じゃよ。それではまた明日。